智大爆撃図憲本僕が単細古人像1807年5月。不要の親戚である浜口氏の依頼に応えて、旧作を再び描いたもの。聖火堂本、飯田本と、道光図。鈴木不要文化13年5月27日は、江戸時代中期後期の日本の文人画家。江戸南画様式の確立に影響を与えた。名は陽、字は、文広氏、通称は新米。 号は、不要、老練。古文献などでは、公不要と区別するため、木不要と記述される場合がある。また、水郷に常時て描いたため、酔い不要とも呼ばれた。阿波徳島藩主八須家に絵師として仕えた、信濃国稲郡北方村に、木下陣内の次男として生まれる。同郷の画家の佐竹宝平と共に、白隠禅寺の皇帝の観山英卓の寺小屋で学ぶ。 明和年間に、江戸に出て、渡辺現太の養父である、渡辺港水について、画を学んだ。林方向の歌墨となって、学問に励み、儒者としての素養を身につける。その後、深川三角油掘りに移り住み、芝野立山、亀田宝斎、大田金城ら東大一流の儒者と交流している。監視もよくし、菊池五山、大田南保などとも関係している。 また平沢朝日山の万有文章に挿絵を描いているが、画家ではなく、受者と見られることを好んだ。完成期より画作が盛んとなる。江戸南画の大成者、谷文長とはその死であり弟子ともされるが、むしろ相互に影響し合った関係と推察される。渡辺玄太や北山還元とも同様な関係であろう。不要の作品は、受者的気質を反映して、 漢文化が主題となっており、当時の文人からの評価は高かった。完成5年、何わに木村県足堂を訪ねてその足で熊野に分け入り、智幕府を写生。後に代表作となる、智大幕府系図を制作する。完成8年に画祭を認められ、徳島藩八塚家の御用絵師となる。従者として召し抱えられたかった不要は、絵師としての登用を残念がったという。 同年国元に在範を命じられ、ナルト十二章神経図鑑などを描く。阿波踊りを描いた最古の絵、阿波盆踊り図もこの頃の作品である。画質を中前屈とした。実施の鈴木正蓮が25歳で溶接。鈴木成門を養子とした。門弟に王王雲ウがいる。文化十三年死去、去年六十五。 法名、老蓮院、文広氏美容子事。母書は、江戸浅草大仙寺と、故郷飯田の木下家墓地。木下家墓地には、息子、正蓮の墓もある。鈴木成成は孫にあたり、成戸と共に、徳島藩の御用絵師を継承した。北州画や南州画を取り入れた、中国風が基本だが、南品派、長崎派の他に、林派や山和へ、炎山市場派も学んでいる。 特に1807年頃には摂州に傾倒し、室町水墨画も摂取している。こうした諸派見学した摂州様式は、後の谷文潮にも引き継がれ、江戸南画の特徴の一つとなった。画題も中国の山水や人物、課長と幅広く、儒学を学んだため特に、孔子を描く時には力が入ったようだ。四君子も描いたが、特に梅を好み、作品、 記録ともによく残っている。ありがとうございます。